この50年、社会のデジタル化と私、そして KK2 との出会い。今の元秋 KK2、グローバルキャリアカウンセラー。アポロ計画での月面着陸を目撃し、科学が世界を変えるという希望に満ちていた1960年から1970年代、大学生だった私はコンピューターに出会いました。普段は、研究室のハイタック10というミニコンを徹夜で1人、図解し。 時には、大学の大型ユニバックを多変量解析等で使いました。卒論がモチベーション、やる気の測定でしたので、大型プリンターで個別学生のやる気を顔グラフで作画した経験は、コンピューターに関わるビジネスとアプリケーションとしての人間力、仕事力という、私のその後のキャリアテーマの出発点だったと思っています。という流れで私は、1974年日本。 IBM 株式会社に入社 SE システムエンジニアとなり銀行新聞などの大規模システム開発を経験しました8月に KK2 フォーワークロストークでご一緒した同年代の平田秀吉は富士通株式会社で同様なお仕事をされていたとのことでコンピューターが社会を変えるという気概の昔話を懐かしく伺えました1980年代になりコンピューターは 小型化、分散化というダウンサイジングが進みましたが、同時に通信との融合が進み、その中からインターネットが普及しました。その後もデジタル化の流れは止まることなく、COVID-19 の中でもリモート会議の普及などで、ライフスタイル、ワークスタイルを変えるまでになりました。そして私は2008年に KK2 と出会い、今年で14年が経ちました。キャリリア相談レジリエンス 教育といったテーマに加え、自分には不足していた社会、地域、食と文化などのテーマについても、皆様と共に勉強させていただいてきました。KK2 は、当初よりデジタル公民館と称して活動し、本年度に定観も変更し、自ら考え行動するデジタル人材の育成はじめ、DKC ・ DSC のリリース等へとデジタルシフトを強化しています。 引き続き皆様のご支援をよろしくお願いいたします。